放送の送出装置で、もっと高いのが、イベントメッセージの発火機能というのがございます。これの機能をもう搭載したシステムであるというのを今回ご覧いただくために、こちらの方の、地震速報システムというのがございます。データ放送の特徴でありますイベント発火機能を使ってですね、去年の10月1日からスタートになってます、地震速報を、データ放送で高速に実現してみようというのが、この、展示物になります。ちょうど今このように絵がありますけども、ちょっとご覧いただけますか。こちらの方でデータ放送をご覧いただいている場合と普通の放送の映像をご覧いただいている場合に、例えば気象庁からデータ放送の地震の情報がバンってきたときに、瞬時に、こういう形で、画面に出るとか、あるいはワンセグに同時に出るというのをこれからちょっとご覧いただこうと思っています。よろしいですか。ですね、この画面は、通常この画面ではなくて気象庁から、地震速報がここに入ってきたとします。それは実際今つなげるわけにはいかないんで、つながってないんですけど、それだけは手動でやりますけども、地震情報がここから入ってきたら、それが瞬時に出ることをご覧いただきます。地震情報が来ます。3、2、1、そしたら瞬時に出ましたね。でこれがワンセグでも出ていただいているのが、お分かりいただけると思います。ほとんど時間にしては2秒を切ってるぐらいの、時間でデータ放送でポンと、フルセグとワンセグに両方に、出るっていうのが実現できているものになります。